2対0の勝利、試合全体振り返ってみてください。前半もはいい流れ作れてて、それでも 0-0 で折り返したので、その流れのまま後半チームとしてやっぱ点取ろうっていうその中で、後半ゴール決めて、自分自身もゴール決めれて勝てたっていうのはすごいチームとして大きいかなと思います。ご自身が挙げた追加点の場面振り返ってください。自分は得意な形だったので、その中でも、今シーズンその形でゴールっていうのはなかったので、その中でゴールできたっていうのはとても良かったと思います。3冠取るために、カップ戦はまず1つ目のタイトルだと思うので、チームとして、戦って必ず優勝したいと思うので、これからもまた応援よろしくお願いします。